はい、チャラリンコ。今日はね、釣りに来たんですけど、すごい怒ってます。ちょっとね、皆さんに見てもらいたいものがあるんですよ。ちょっと見てください。ちょっと皆さん、これ見てくださいよ。多分これね、どっかの釣り人がね、フグをね、釣ってそのまま放置して置いてったんだね。虫が寄って非常にこれひどいですね。覚醒とかするわけじゃなく、これはちょっとひどいな。命を粗末にするにはちょっと程がある。これはひどいわ。これ見て俺ちょっとかなりがっかりした。これはちょっと頭にくるな。ここで魚釣ってフグが来たからってこんなとこに引っ掛けて、これひどいですね。臭いですね。釣り人失格ですよ。これちょっとひどいですよね。マツさん怒ってますね。触りたくもないですよ。これはひどいわ。うわ、臭っ。くせえ。虫がすごいたがってる。ひどい。ひどい。誰が釣れた？いらねえもんならそこに刺してる。すげえ臭かった。フグ、でかいフグ。ヒガンフグかな、でかいやつ。ここにぶっ刺して、剥製になって虫がわーっと寄って、もうすっげー臭いな。ね、ここでやる。これひどいですね。ふざけんな。食うんじゃねえ。怒ってますね。松さんもすげえ怒ってますね。ふざけんじゃねえんだこれ。たあ。本当そうっすね。釣りする気あれはねえぞ。フグ食って死んでまいですね。本当当たっちまいですね。当たっちまいだよ。もうろくな死に方しないよ。本当っすね、うん、いや本当臭いわ。すげえな。変野とかなんかすげえついてるな。どんだけど素人だっていう感じの。使えるじゃあ使えるけど使い方がわからねえし。これオリジナルだよね。こういうの持って帰ってほしいですね。本当だよ。こういうの釣り場にね置き去らないで持って帰ってほしい。さっきのフグというさ、こういうものを置いとくやつはもう許せねえよ。さっきのフグもフグひどかったですね。ひどかった。こういうのをこうやって木の間とかにこう隠しちゃえば別にわかんないだろうっていう。手引っ掛ければ。でそこに絡まってる。これ。こんなにごっつい針さ、下手にこうやって手に。危ないですからね。子供はこの辺なんだ。子供、小さい子供いますからね。刺さっちまう。針とかついてますからね。危ないですね。ただごとじゃないですからね。ごっつい針だかこれ。これは自分が持って帰って処分します。はい。これ持って帰ります。絶対にこんなことやらないように。やるようなやつがここに来ないようにしてください。怒ってます。本当そうですね。これみんなこのシーパラとか小さい子供いっぱい来てこう見ますからね。いっぱいここあの観光客が来て子供とかね来るんで、もう魚の放置とかこういう仕掛けの放置は絶対やらないでください。本当そうです。もう絶対やらないでください。これはもう処分します。こっちでやるぐらいだったら来るんじゃない。お願いします。さっきからそんなのばっかり分かりますね。結構ゴミもね、釣り人のモラルとかゴミもね来る途中ゴミは結構ねあったんだけど拾ってきました。俺もいろいろゴミもね、ゴミもちょっと拾ってあると、まあ、吸い殻とか拾ってやってるんで缶2本ぐらい持って帰れねえのかよ。そうっす。腹立って
と非常にもう釣りどころじゃないっすね。なんか気持ちよく釣りできないっすね。できない。もうこんなことばっかりやると。で、そう、でもどんどん釣りする場所なくなりますからね。もう多分ここもこんなことが、うん、もう一つそう多分もう閉鎖になります。ここも釣りできなくなりますね。本当に本当そうですよ。それにね、本当やっぱ小さい子供いると危ないですからね。鳥もいますからね。そうです。これ野鳥も来ますからね。カラフルこれ。ちょっとこれここに置いてったやつな。置いてったやつふざけんじゃねえぞ。いやひどいっすね今日なんかね。今日はひどいね。なんか釣りする気がもう失せましたよね。今日は何しに来たんだろう。ゴミ拾いか。ゴミ拾いかなんすかね。嫌なものばっか見なんか目に入っちゃうんですよね。他はさ、ね、楽しいシーパラダイスでみんなは、ね、喜んでるんだ。そうです。こっち側じゃなくてみんなここね、散歩道でもありますからね。そうなんだよね。こういうもんが平気で放置されてんだよね。小さい子たちがやっぱここ歩きますからね。本当気をつけてっていうか、もう絶対ゴミ持ち帰って必ずお願いします。年代3名で3人でちょっと怒ったんだけど、もう本当この辺もね、これ、今夏休みで本当にね、釣りする人、ここに散歩遊びに来る人、いっぱいいます。小さい子もいっぱいこの辺来てます。だから絶対に釣り具の持ち帰り、ゴミの持ち帰り、徹底しましょう。